はい、はねちゃんお疲れ様でした。はい、皆さんこんにちは。はねちゃん、今日天気いいな。朝方はもうだいぶ涼しくなりましたね。はい、今草刈りしてきました。はい、よし、この暑い時にはやっぱりこれですね、かぼすを絞ってぎゅーっと絞って、種が入ってもいいです、種は入ってもいいです。ぎゅー、うわ、袖の中に入った。ぎゅーっと絞って、うっしゃ、で水を、ちょっと今日は炭酸がなかったので炭酸水でいただきます。炭酸水だったら普通の水でいただきます。炭酸がなかったので、うわぁ、いただきます。カボスウォーター。ああ、さっき草刈りしてきた。ああ、うまい。ああ、美味しいわ。ああ、じゃん。ちょっと水をいただきながら、ちょっと今日はおしゃべり動画でやっていきたいと思います。よいしょ、かぼす絞ろう。ちょっとね、最近また肩が痛くて、ちょっと肩上がらないですよね。ちょっと私ふと気づいたんですけど、今年のうちの種ありカボス、先日9月15日に福岡県の中央区鳥ヶ井八幡宮というところで福マルシェっていうとマルシェに参加させていただきました。でですね、その時に、炭酸水にカボスを絞ってちょっと皆さんに試飲をしていただくのに、こうちょっとカボスを切ってたんですけど、なんかね、種ありカボスをちょっと切ったんですけど、種が非常に少なかったですね。自分はいつも何て言うかな、そばかすカボスでもこうもう出せないような、そんなやつをいつもこう切って食べてるんで、商品ちょっとそこまで、種が少ないなとは思ってたんですけど、種がね、なんかその時に切った時にやたら種が少ないなというふうに思って、皆さんの方でカボスカンパニーの種ありカボス大分1号を買われた方で種少ないなって思った方いらっしゃいます？たまたまその今回福丸市で持ってったやつが種が少なかったのか、ちょっとそれはわからないんですけど、ちょっと皆様に聞いてみようかなというふうに思って、畑とか木によっても若干種が多いとか少ないとか木によって若干あるんですけど、今回福丸市に持ってったの非常に種が少なかったなというふうに思いますね。皆さん買われた方はどうですか？自分は、自分のところのカボス食べてるんですけど、なんかそういうのを食べてるんで、たまたま少ないかなっていうふうに思ったんですよね。けども先日ちょっと綺麗なやつ聞いた時そういう状況でしたので、どうかなっていうふうに思いました。またコメントで教えてください。今日も暑い、朝晩涼しくなりましたけどね。ああ、カボスウォーターがうまい。はい、今
福マルシェのお話になりましたけど、たくさんの方が来ていただいて本当にありがとうございました。あのひろたさんとか、あのちよちちよちさんとか、遠くからは伊藤さんまでお手伝いに来ていただいて本当にありがとうございます。で、あの視聴者の方もね、ちらほらカボス買いに来てくださって本当にありがとうございました。嬉しかったな。はい、本当嬉しかったです。まあ大阪の時のマルシェもたくさんの方々が来てくれて本当嬉しかったんですけど、今回もですね、あのマルシェ、あの視聴者さん訪ねてくださって、本当にありがとうございました。本当嬉しかったです。で、まあ結構持ってったんですけど、まあ若干余ったかなっていう風な感じだったんですけどね。うん、まあ朝一はね、一気にこう、なんか9時から販売だったんですけど、もう9時前から店の前に立ってて、ちょっと時間になるまでずっとこうお預け状態みたいになってたんですけど、朝一はバーッと結構出ましたね。はい、この調子じゃちょっと足りなくなるかなと思ったんですけど、まあ徐々に落ち着いて、まあ多少余ったというところでしたね。まあでもたくさんの方が来てくれて、まあ、福マルシェはどちらかというと若い方がメインっていうか、うん、出店者の方々も非常に若い方が揃ってて、とても活気あるマルシェでしたね。はい、良かったと思います。とても良かったです。で、次がですね、またあの福マルシェ今月またあります。今度はですね、9月29日日曜日10時からです。10時から2時半アイランドシティテリハ積水ハウスアリーナ東側広場っていうところで開催されます。はい、ちょっと見えるかな、これ。はい、ここで開催されます。ここでまた出展しますので、またぜひ皆様お越しください。芝生とかで、まあ、ゆっくりピクニック感覚でゆっくりしながらあのマルシェを楽しむっていう感じらしいですので、またぜひですね、あの皆様お越しくださいませ。で、福マルシェに関しては公式の Facebook とか、まあ、ホームページとかリンクしておきますんで、まずその辺見ていただいて、まあ、場所とか確認していただくといいかと思います。で、先日行った時の映像とかもありますんで、ぜひ見てください。はい、ということで、福マルシェ本当にありがとうございました。また29日開催しますので、ぜひお越しくださいませ。今日も天気ね、この前のこれ種ありかぼすなんですけど、この前鳥貝八幡宮で、まあ、サンプルで切ったやつの残りなんですけど、種がないんですよ。はい、少ないですよ。不思議やな。まあ皆さんまた教えてくださいね。種あまりなかったですよとか、は私のはありましたとかっていうのをまた教えてください。はい、じゃあ、はじゃあ、はじゃあ、はじゃあ、ちょっと久しぶりにはっちゃんじゃんけんしようか。はい、はっちゃんじゃんけん。こっちじゃなくて、あんた眉毛にダニがついちゃうな。眉毛に、はい、ダニがついちゃうよ。服、あ、ここに、あ、大きなダニがついちゃう。ここは大きいダニがついちゃう。ちょ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 、ここに、あー、よし、おっしゃ、取れた。ダニ取れた。ちょ、ダニ。よっしゃ、退治した。はーちゃん。あれ？はーちゃん？どこ行った？はーちゃん！こっちこっち。じゃんけんじゃんけん。じゃんけんじゃんけん。はいはい。よしよしよし。はい、じゃんけんしよう。いくよ。はい。はーちゃん、じゃんけん。
じゃんけんぽい、チョキです。ありがとうございました。